仙台七夕祭りは最終日の今日もにぎわいを見せています。昨日までの2日間の人出は155万人余りに上っています。4年ぶりに通常開催されている仙台七夕祭り、最終日の今日も午前中から多くの観光客が訪れ、色とりどりの吹き流しを写真に収めるなどして楽しんでいました。お祭りとか、そういうなんかずっと連れてこれてなかったんで、一緒になんか普通のとか当たり前の夏を満喫したくて、なんか大変だったんですけど来ました。戻った感もあるし、ますますね、来年以降もっと元戻ればいいなと思いますね。仙台七夕祭り協賛会によりますと、昨日までの2日間の人出は、最初の2日間が土日に当たった去年よりおよそ11万人少ないものの、155万7千人に上ったということです。特に初日、驚くほどたくさんの人たちにお越しをいただきました。皆さん多分お待ちになっていただいたのかなというふうに思います。コロナでこれまで苦しんできた、それが発散されたという一つの大きな変わり目であったと思います。仙台七夕祭りは今日午後8時まで開催されます。